2003年落合博満、中日監督承諾時チーム戦力とんでもなかった。2003年、落合博満来年度から中日の監督やります。どれどれ戦力はどんなもんかな。福留孝介、井端弘和、立浪和義、アレックス、谷重元信、荒木正弘、森野正彦、川上健進、山本正、朝倉健太、岩瀬仁紀、落合つきすぎやろ。戦力ガチガチで草。しかも寿命の長い選手ばっかな。1年目からこれって超イージーですやん。山田がもう1年監督やってたらわからんよな。しかもここには田谷重が FA で移籍してきてブランコウッズ獲得するんやろ。ただまあこんだけの戦力整えられてても優勝できんやつはできんのよな。センターラインしっかりしてんな。メンツ見ると優勝楽勝やけど当時はどうだったんやろ。山田谷重アレックス平井取って荒木を内野固定して福留の打撃覚醒させておいたぞ。この時点で荒木とか井端とか森野とか伸びるとか思わんやん。ロッテの安田とか藤原みたいな枠扱いだろ。今に比べたらそらよく見えるけど当時の他球団の戦力からしたら優勝できるとは思えんわ。そもそも前年2位とかやろ。タイロンウッズよく横浜から持ってこれたな。この頃はまだ金持ってたからな。1年目からアレックスおったのもでかいわね。山田なら FA 移籍も外国人も来ないやろ。おかわり使わないって言い切って前田に行くチンカスやし。立浪がこの戦力で優勝できたと思うかい？今の中日は戦力とかそういう問題じゃないからね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。